酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば、修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば、弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人、小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。柱はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなりはつる。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎どなり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお打ちください。五人を撃てと。居所は？豊玉のあちこちにおります。居所はおのずとわかるとか。ことづて聞き届けた。挑戦を受けよう。小次郎を打ち破れるのはあなたのみ。お気をつけて。映像曰く、そなたは無類の剣客だと。この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。龍造の話、偽りではないか。それはどうかな。なかなかの使い手であった。
おったぞ、社会人。行け、ワッパ。裏切り者のすげがさ衆、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。色育ちの軟弱者め、所詮この程度か。書かれて光栄の極み。さあ始めましょう。あちを構えてください。引く意志はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。せん越ながらお断りいたす。来世では誠の武人となれ。ようやくか。首を伸ばして待っておったわ。むごたらしい人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。
早く来れば誰も切らずに済んだのだ。誰ごと？坂井様、ご無事でしたか。手先のすげがさしは全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため近江寺の洞で待つと申しておりました。近江は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。修羅の呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご武運を。酒井陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。戦もの人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。孔子の申す通り、お主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。
酒井様。乗りよう。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ、皆討ち死に、浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて枯れたへ運ばれ、その後は討ち死にの方がマジだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます。いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば、これまでの人生道は明らかでした。悟りの境地を目指し、仏に仕える。それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行して行くものだと思っていました。こんなことになるとは。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。そうだな。死んだ者の分まで生きねば。ですがたやすくはありません。そうかもしれん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。人ごとのように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴は武具すら嫌います。まもなく野営です。万平です。倒しましょう。まず野営を見渡したい。あの蔵はどうでしょう。よし、行くぞ。ネギを発進だ。上へ。リペ近辺。ノーク。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎の呪し術。呪しを上げて銃を引きましょう。その隙に救い出す。
方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて証までお会いしましょう。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。もうこの注意がそれるぞ。助けて。あなたはどなたです？仲間だ。逃げるぞ。できません。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません。私は残らねば。西海様、方針。ノリオ、なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか。方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。他の層は一緒なのか？みんな死んだ。私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた？それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか？苦しみに敵味方があるのでしょうか？敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか？どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか？ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこにおる？この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった。でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。行こう。
見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。黒犬の野営は海岸で。行くぞ。見知った地なのか。槍川を出た後、タカと来たんだ。関わってもらえる。信じてね。逃げたな。絶対に逃がさない。待て、船が沖に出ておる。あの中だ。ほら、小舟に乗るよ。急いで。どこに行った。もうこの悲鳴で呼び出す。何か思い違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟のタカを捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。タカ、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていればユナ、お主が切れ。怪我はないか。早く船を降りたい。もうやぞ。アルタンも我らのことに気づき、動かざるを得まい。黒犬が言ってたこと本当なんだ。なんだと。あいつとは大綱であって、飯と寝床をやるって言われたから、タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って。タカは起きなかったけど、私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻る。後で会おう。
何事だ。アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。櫛の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。小兵たちと鬼が手を結ぶ。行くぞ。かかってこい。
ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。一番手は誰だ。アルタン、いつまで逃げて回るつもりだ。あいつだ。アルタン、手下を引き連れやがって。アルタン、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて、マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうしてクロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかる。黙れ。ザレ事はしまいだ。お前も生き残るのに必死なんだ。それにしてはなぜそう同類を毛嫌いする。ただの人殺しだ。
嘘を重ねるな、欺瞞の化身め。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見ぬ、ただの化け物。あんたらはよくやったと思う。さよなら、ユナ。イチの言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らはいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。
おい、うどけくちゃ張った。
景色あり。兄別れざる子たちかな。枯れ果つる実は行く先もなし。Hmm.